M108-105mm 自走榴弾砲は、アメリカ合衆国の戦後、第二世代自走砲である、M52-105mm 自走榴弾砲の後継として開発された。M108 は1952年に開発が開始され、多くのプランが考えられ、M1955mm 0自走榴弾砲と、共通の車体を使用することとなり1954年に、 試作名称 T195 として試作が開始された。T195 は1958年から試験が開始されたが、サスペンションなどに不具合が発見されたため大幅に改良が加えられ、T195E1 となり1962年に正式化され配備が開始された。車内配置は、車体全部の左側に操縦手席、右側にエンジンルーム、後部は、 全周戦開始の砲塔が搭載された戦闘室になっている。搭載砲は M103 榴弾砲で最大射程は 11.5km、M548 ロケット補助榴弾を使用した場合は 15km になる。車内には砲弾が87発搭載されている。砲が軽量なため、砲塔の旋回や砲の不覚の操作は手動で行われる。そのため、 発射速度は毎分一発になる。M108 は1962年に正式化されたもののアメリカ陸軍では自走砲の主力を 155mm 放送日の M109 に統一することとなったので1963年には生産が終了してしまった。生産数は資料が残っていないためはっきりしていない。 アメリカ陸軍に配備された M108 の一部は1966年からベトナム戦争に投入された。この戦争で M108 を運用したのは第6野戦砲兵連隊第3大隊、第40野戦砲兵連隊第1大隊の2個大隊で M108 は主に米軍の火力拠点に設営された遠隊壕からの支援砲撃に用いられた。 このため本来の特徴である、自走可能な砲という点はあまり活かされなかったが、全周旋回可能な砲塔を持っていたため、砲撃の再二砲の向きを都度変更する必要がない点は評価された。しかし、空輸しやすさという点では、牽引式榴弾砲の方が容易であったことや、同じ射角の M109 の方が射程距離や威力で勝っていたこともあり1970年代に、 入ると M108 はベトナムから徐々に引き上げられ、一部は同じくベトナム戦争に参戦していたオーストラリア陸軍に貸し出された。アメリカ陸軍の M108 はベトナム戦争の終わる1975年には退役となり、本国で装備から外された車両の一部はベルギー、カンボジア、台湾、ブラジル、スペイン、トルコ、チュニジアに輸出された。 これら輸出先の国々でも多くは M109 などによって更新されたが、ブラジル陸軍は M108AP として2010年代に至るまで運用を続けている。また、ベルギー軍の M108 は1980年代に M109 に更新されたが、余剰化した M108 の一部は1990年代に M108VBCL と呼ばれる。 砲撃式管制車両に改造されている。ありがとうございます。